夏休みに日本への里帰りや旅行を計画していらっしゃる方も多いのではないでしょうか。今日は旅の達人 IAC トラベルがおすすめするちょっとお得な日本情報をお届けします。映画にもなったフラガールで知られる福島県いわき市にあるスパリゾートハワイアンズ。東京など11カ所から乗れるお得な無料送迎バスが宿泊者を対象に出ています。ホテルまで行ってくれるので、バスに乗った瞬間からバケーション気分を楽しめ、往復の交通費が無料に。震災後休業に追い込まれましたが、2ヶ月後フラガールによる福島市内の避難所訪問をスタート。全国125カ所を訪問し、被災地復興のシンボルとして日本全国に福島の元気をアピールしました。震災の翌年2月には営業を全面的に再開。常夏ムードのウォーターパークから巨大な露天風呂まで5つのテーマパークがあり、温泉を満喫できます。もう一つ、里帰りで買い物を楽しみにしていらっしゃる方にお知らせです。免税というと日本人は適用しないと思われている方も多いのではないでしょうか。海外居住者で諸条件を満たしていれば、家電、洋服、バッグなど合計金額が1万円を超えると免税対象となります。免税店のシンボルマークがあるお店のみで有効。パスポートを提示してその場で手続きするだけです。さらに10月からは食品などの消耗品も含めた全ての品目が免税対象となります。消費税が 8% の今、こういったサービスを上手に活用してショッピングしたいですね。